どうも皆さんこんにちは。いつまでもダラダラとゲームしてたい中の人エルザです。ホタルの実装がされてエンドコンテンツの使用感や編成といろいろな評価が出揃ってきた時期かなと思います。特にルアンの所持によって評価も変わってきているところもありますが、全体的に高水準な評価がされているのかなっていうところですね。そこで今回はホタルの使用感などをもとに最終評価としてホタルの深掘りをしていきたいと思います。内容としては数値よりもメインとサバーカの使用感をもとにまとめていきますので、参考程度にしてもらえると嬉しいところです。それでは本編の前にですが、このチャンネルでは好きなゲームの解説やいろんなゲームのライブ配信をしていきます。今後も解説をアップしていきますので、応援してくれる方はチャンネル登録と高評価をよろしくお願いします。それでは本編をやっていきたいと思います。それではまず今回の動画について内容を把握していきたいと思います。今回の内容については最終評価ということで、ビルドガイドとチームとその他について分けて話をしていきます。まあ、ビルドガイドとしてはホタルの使用、強み弱み、凸の強み、異物の候補、公園水などになってます。チームとその他に関してはルアンとの相性と比較、その他のキャラとの相性、パーティーの紹介、ホタルの総評というふうになります。先ほども話したように数値よりもメインとサバーカの使用感をもとにまとめていきます。他のキャラの突如系は気にしないものとしています。エンドコンテンツの評価については育成により違いがあります。この点に注意をしながら説明をしていきたいと思います。それでは、ホタルの使用について話していきたいと思います。大きく3つほどあります。まず1つ目、ホタルの基本的な使用についてです。ホタルに関しては必殺技による完全燃焼状態の強化スキルを駆使して戦うスタイルとなってます。どれだけ必殺技を回せるか、または必殺技中の行動回数によってダメージが変わってくるというところですね。続いてダメージは弱点撃破と超撃破で火力を発揮するタイプとなります。なので弱点撃破ができてない場合はダメージを発揮することができません。会心月などももらないのでダメージは期待できないんですよね。ですが弱点撃破さえすればかなりのダメージを出せますので、そういったところではとても魅力的なキャラとなってます。続いて必殺技中は速度アップとスキル変化、弱点撃破効率アップを行うとなります。この3つの性能がそれぞれ数値が高く、速度であれば最高60アップします。弱点撃破効率もプラス50とルアンの撃破効率と同じ数値がアップするようになってますね。ルアンなしでもある程度ホタル自身は火力が発揮できるなというところです。それではホタルの扱いにくい点についても話していきたいと思います。1つ目は弱点撃破ができないと火力を出すことができないというところです。これは本当大事なところですね。弱点撃破をした瞬間からダメージが発揮できますので、人生削りがうまくできないと火力は出ないことになってます。2つ目は人生ロックがかかった敵に対しては火力を発揮できないというところです。これは先ほどの弱点撃破と同じ理由になりますが、例えばプーマンなどのように数ターン後に人生ロックがかかった場合、一切攻撃が通らなくなります。普通の火力自体が低いのでダメージは見込めません。3つ目は SP 消費が激しいため編成との相性が非常に大事となります。ホタルに関しては常時 SP を消費した行動をしないと火力を見込めないため SP 管理というのが非常に大事です。なので味方の3人がどれだけ動きを制限できるかというのが大事になりますね。続いてはその他の仕様についてです。1つ目は通常状態の時限定ですが、 EP 回復効率が非常に高いためスキルを多用しがちというのがあります。 EP の回復効率に関しては 60% 回復するためかなり強いんですよね。2つ目は攻撃力1800を超えると撃破特攻の数値が伸びるため盛りやすいという特徴があります。これは追加能力による能力ですね。ホタルの撃破特攻は異物の関係上 360% 以上目指すことが大事になりますので、意外とこの数値の伸びというのは重要となります。3つ目は必殺技の行動順前倒しは 100% となっているというところです。 100% というのが重要なところですね。続いてはホタルの強みと弱みについて話していきたいと思います。まずはホタルの強みからです。ホタルの強みとしては最適編成で簡単に火力が出せるというところです。ホタルに関しては超撃破編成にすることでダメージを簡単に出すことが可能です。強化スキルは拡散攻撃となっているので敵が複数体いても戦いやすいというのが特徴ですね。この最適編成っていうのが特に重要なところになりますが、10万とかのダメージをポンポン出せれるようになるので結構強いなと思いますね。続いて2つ目の強みです。弱点に関係ない圧倒的な人生削りというところですね。強化スキルの時になりますが、強制的にこの弱点を付与できるため敵を選ばないというのがあります。
もちろんターゲット限定ですね。ですが弱点がないとしても付与しながら同時に攻撃をするので気にならないっていうのが本当強いです。しかも必殺技の発動で弱点撃破効率がアップしますので、人生削りの面においてはかなり強いかなと思います。まあ、単純にルアンのバフ一つ分っていうところですね。3つ目の強みについてです。 EP 効率が高いため必殺技の回転率が高いっていうところです。ホタルに関しては通常状態の時ですが、スキルで EP を 60% 回復するっていうのがあります。そのため最低2回の行動で必殺技を発動できるようになってるんですよね。しかも行動順が 100% 前倒しとなるので連続で行動する可能性が高くなります。なので必殺技中にどれだけ行動してるか、敵の被弾を受けてるかによっては1回の攻撃で EP がマックスになるってこともありますので、意外と回転率のいいキャラクターとなってます。続いて4つ目の強みは開幕立ち回りが非常に早いっていうところです。これはテンプの能力があるからですね。戦闘開始時に EP50% まで回復するっていうのがあります。これによりスキル1回で必殺技の発動が可能になりますね。しかも行動前倒しと合わせて連続で行動ができるため、初動にホタルが動き出せばそのまま行動するっていうことが可能になります。しかも秘技を使えば敵全体に弱点属性の付与ができるため、雑魚狩りに対しても非常に強力となっています。意外と扱いづらいのかなと思ってたんですが、立ち上がりが早いのはとてもいいところかなと思います。続いてはホタルの弱みについてです。まず1つ目は調和主人公が必須すぎるという点です。まあこれは良くも悪くもっていうところですね。ホタルに関しては弱点撃破が強力ではあるというのがもちろんなんですが、超撃破もダメージの大半を占めているキャラクターとなります。そのため調和主人公の育成状況や編成に入れないとなるとダメージが半減してしまうのであまり良くないんですよね。なので主人公が必須すぎるっていうのがあります。続いて2つ目、編成が固定になりがちという点です。衝撃破編成を扱う上で主人公ルアン・ギャラガーがホタルの相性としては最適すぎる状況となってます。特にルアンの有無によって戦闘効率が大きく変化するため、2枚編成の必要なエンドコンテンツなどでは採用の悩みどころとなっています。まあもちろんホタルの方で使った方が最大限発揮できるので、ルアンをそっちに回すのもありなんですが、持続編成とかがあった場合の採用が考えるのが難しいっていうのがありますね。続いて弱みについてですが、弱点撃破ができないと火力はほぼなしというところです。まあ、弱点付与ができるのでとても強い部分っていうのはあるんですが、ブーマンのように人生ロックがかかると何もできなくなるっていうのがありますね。なので速攻で敵の人生を削る必要があるため、ルアンの有無によっては効率が大きく変わるかなっていうところです。4つ目の弱みについては、 SP 消費が激しく編成バランスが必要となります。ホタルに関してですが、通常時でもスキルで EP を大量に回復することができます。なのでスキルを使うってことはあるんですが、さらに強化中に関してもスキルを常に使用しないと火力が発揮できないっていうのがあるんですよね。そのため残りの味方3人は SP を抑えるように行動をしながらホタルの SP を維持する必要があります。そうなった場合スキルを使わないっていう単純な選択もあるんですが、高塩水などを使って SP 回復などの工夫も必要になります。そういったバランス関連がすごく難しいなっていうところありますね。ホタルに関して強みと弱みそれぞれ話してきましたが、一長一短っていうところですね。ある場面では強いんだけど、ある場面では弱いっていう感じで、撃破特攻の癖が強いところがそのままホタルの強み弱いになったのかなっていうところになります。続いてホタルの凸の強みを見ていきたいと思います。まず凸の効果見ていきましょう。一凸に関してはスキルを発動した時に防御力を無視するのと SP を消費しないっていうのがあります。これに関しては先ほど話した弱みの部分ですね。 SP 消費問題解決しつつ火力のアップができるので非常に強い部分かなと思います。2凸目に関しては完全燃焼状態で強化通常攻撃か強化戦闘スキルを発動した時に敵を倒す、または弱点撃破すると追加ターンを獲得できるっていうのになります。これに関しては行動回数が単純に増えて超撃破ダメの機会が増やせることがありますので非常に強力な能力となってますね。3凸目に関してはスキルのレベル最大化ですね。4凸に関しては効果抵抗です。4凸に関しては正直行動不能デバフに強くなるが凸としてちょっと微妙かなっていうところですね。で5凸目に関しては必殺技の最大レベルが上がるっていうところです。5凸目に関しては必殺技とテンプの最大レベルがアップとなります。最後に6凸ですね。完全燃焼状態の時に装甲サムの炎属性耐性の貫通がプラス 20% されるのと、
強化攻撃と強化スキルに関して弱点下100攻撃がさらにプラス 50% されるってとこです。ホタルの作陣地がさらにアップするため撃破が狙いやすくなるのはかなり強いかなと思います。この6つの凸の状況を見た時なんですが、凸を狙うのであれば2凸までにするのがおすすめというところですね。1凸2凸は効果が分かりやすいのでとても強力なのが分かるかと思います。ただ3、4、5でも見た時にちょっと狙うかって言われると難しいかなと思います。まあその分6凸はかなり強いんですけどね。なので4凸5凸まで狙うのであれば6凸まで頑張ってやりたいなっていうところです。なんですけど、まあ、このゲーム、なかなか凸するのが難しいので、6凸に関しては、ルアンの編成採用の緩和になる性能かなと思いますが、凸するのが本当難しいと思いますので、凸したいときは2凸を意識するといいかなと思います。それでは、異物の候補について話していきたいと思います。異物についてですが、公害一択となります。ポイントとしては、撃破特攻を盛りやすいホタルと相性が非常に良く、最終的な火力もこれが一番出しやすいっていうのがあるからですね。その他に怪盗や天才っていうのを候補として上がるんですが、どれも厳選をした時には公害よりも劣る性能となっているため、こちらを最初から厳選した方がいいかなと思います。続いてオーナメントについてです。オーナメントに関しては豪華ですね。ポイントとしては不足気味な速度アップをしつつ炎弱点の付与があるため相性が非常に良くなってます。というか専用に近いぐらいありますね。また豪華の厳選がうまくできておらず撃破を伸ばすだけならタリアを選ぶっていうのもありです。ですが最終的に豪華には劣る結果となりますね。また速度に関してもなかなか上げるっていうのが難しいところがありますので、セット効果のある豪華を選んだ方がいいかなと思います。それではメインステータスについてです。メインステータスに関しては銅は攻撃力、鉄は速度、弾は攻撃力、縄は撃破特攻となります。基本的に攻撃力を持っていく方がいいかと思います。サブステータスに関してです。サブステータスに関しては速度、撃破特攻、攻撃力パーセントで集めていくといいかと思います。ただしこの速度に関しては編成の状況とかによっては優先度が変わります。それが次ですね、エンドコンテンツのためのステータスとなります。まず使用した感じですが HP2800 以上は必須かなっていうところでしたね。続いて速度に関してですが140から150が適正となってます。140からっていうところの理由についてなんですが、ルアンを編成していてかつテンプレブとか上げてる場合は速度 10% の恩恵が得られますので140でも OK です。この場合150になりますので達成可能になるんですよね。この150にしたい理由っていうところなんですけど、必殺技の発動すると最大で速度が60アップします。そうなった時に合計210の数値になるんですが、この210という数値は行動回数が3回確保されるのでとても重要なんですよね。ホタルに関しては必殺技中にどれだけ行動できるかっていうのが重要になりますので、速度210っていうのを意識するといいかと思います。撃破特攻に関しては 240% 以上がおすすめとなります。まあ理由に関しては追加能力とルアンバフと主人公のバフでだいたい 100% 以上は上乗せが可能だからです。まあ、追加能力に関してはできれば攻撃力も2400以上を維持するといいかなと思いますが、まあ、それだけで 50% の撃破特攻バフの恩恵が受けれます。しかもルアンバフと調和主人公でだいたい 60% ぐらい上乗せすることも可能だったりしますので、この3つの能力をうまく使って逆算した時に、まあ、撃破特攻は 240% 以上を目指すのが一番いいのかなというところですね。これは素の目指したい数値となります。持ち公演水があるとこの数値は狙いやすいかなというところですね。続いて公演水の候補についてです。おすすめの公演水は持ち公演水の夢が返りつく場所、アイオン、かけがえのないもの、心に刻まれた約束となります。まず1つ目、夢が返りつく場所に関してですが、厳選が難しい撃破特攻を伸ばすことが可能だったりします。さらに弱点撃破ダメージもアップしてくれるのでこれが非常に強力なんですよね。さらに攻撃力アップのバフにより自身の撃破特攻のバフ性能の恩恵を受けやすくなります。また攻撃や弱点撃破といった発動条件がホタルの行動とマッチしているのでバフを狙いやすいというのもいいところですね。続いてかけがえのないものですが、装備するだけで攻撃力が簡単にアップができ、撃破特攻のバフを活かしやすいというのがあります。また回復の効果があるので自傷行動を起こしやすいホタルとしては HP 管理を緩和してくれるので非常にありがたいものとなっています。続いて心に刻まれた約束に関しては、星4光線水の中でも撃破特攻が唯一アップできるものとなってますね。凸ができるなら凸を最大限にしておきたいものとなります。
ただし会心月爆に関してはホタルと相性が微妙なので他のつなぎとして使用するのがいいかなと思います。ただ撃破特攻が漏れるのは本当嬉しいところですね。それではルアンとの相性と比較をしていきたいと思います。まずルアンがいる場合のメリットを見ていきたいと思います。一つ目は弱点撃破効率が非常に楽という点です。弱点撃破効率が常にプラス 50% されるようなものなのでホタルの作陣地がさらに伸びるというのが特徴です。大体の敵をスキル2発で弱点撃破できるため非常に強力な能力となっていますね。通知の参考としては右側の図を見てもらえるといいかと思います。通常だったら作陣地に関しては65なんですがルアンがいると90まで伸ばすことが可能となります。続いて敵の弱点を気にしなくなるというところですね。ホタルの炎弱点付与とルアンの弱点撃破効率アップのおかげで属性を気にせず戦えるようになったっていうのがあります。もちろん先ほど話した作陣地の合計が上がるっていうのも嬉しいところですね。またホタルの比喩を使えば最初から炎弱点を付与しつつ人生値を削ることが可能です。なので雑魚処理の性能もアップしてかなり強力なところとなりますね。また元々の作陣地が合計90と高くなるので戦闘においても気にしなくなってくるっていうのがあります。続いて3つ目です。歪の源泉緩和になります。完全燃焼状態で速度210を達成したいっていうのがホタルにはありますので速度を伸ばす必要が出てきます。ですがルアンの速度バフプラス 10% があればそれだけで容易に達成ができるんですよね。速度靴をホタルが履くだけで簡単に条件を満たせるためとてもありがたい性能となってます。源泉緩和と言いますがかなり大事な部分かと思いますね。でこちらに関してなんですけどルアンのあり編成とルアンなしで卑弥呼入りの編成を試してみたんですが、まあ、ルアンがいる方が圧倒的に弱点撃破効率が高かったですね。これに関しては卑弥呼がどんなに追加攻撃をしたとしてもやっぱ差としてはルアンがいる方が良かったなと思います。でエンドコンテンツならラウンド数でいうと倍以上の差もあったのでルアンは編成において本当最適なキャラだなと言えますね。続いてその他のキャラとの相性についても話していきたいと思います。今回は順位を1から5までつけてますね。でルアンは参考程度としてください。まず一番相性のいいのはブートヒルとなります。こちらは弱点撃破が狙いやすく意外と相性がいいっていうのがいいですね。まあ、弱点属性付与の選択が2つに増えるっていうのもありますがブートヒルのアドバンテージ獲得もホタルと連携して獲得しやすいっていうのがあります。それによってブートヒルの被弾も減らせめるのでお互いにメリットがあるっていうのがいいですね。続いて2位はアスターです。ホタルの火力面で性能を引き出せるっていうのがいいですね。必殺技の行動順アップによりホタルの攻撃回数を増やせるのも嬉しいポイントとなります。その他に攻撃力アップや炎属性アップなど火力面もカバーができるのがいいところですね。続いて3位はペラとなります。敵全体デバフでチーム全員に恩恵があるのが嬉しいところです。これに関してはホタルだけでなくギャラガーにも恩恵があるため弱点撃破ダメージをアップしやすくなる要因となります。単純な火力アップ貢献が嬉しいというところですね。続いて4位は銀狼になります。単体に対して徹底的に貢献ができるというところです。防御力デバフの数値が高く弱点の付与もできるのでホタルの火力と弱点撃破の機会を作りやすいというのがいいところです。ただし単体特化なので SP 管理のバランスが非常に大事だなというキャラクターになりましたね。続いて5位はケイナイフンです。複数の敵や炎弱点の相手には相性抜群というところですね。炎弱点の敵が大量にいるときに関しては弱点撃破のお手伝いができる上に持続ダメージでダメージ補助も可能となってました。特に火ダメデバフで火力貢献もできるのでこのあたりは強い部分です。なんですがやはり突如挙や育成によってはちょっと扱いづらいなっていうのもありましたね。で最後は最強と書いてありますがルアンになります。まあ唯一無二の能力でホタルと最強の相性というとこですね。まあ、弱点撃破効率に加えて速度アップに全体性貫通など弱点撃破や超撃破と相性が良すぎるっていうのがいいです。また残骸で敵の遅延と撃破状態の延長ができるのが特に最高っていうところですね。やはりこうやって比べた時にルアンは圧倒的に強いなと思います。でこちらの相性についてなんですがエンドコンテンツの裏庭12前半にて試してみました。で実際にルアンの代わりに入れた使用感やクリアのラウンド数をもとに判断をしています。まあ、各キャラの厳選度合いや敵の変更によっては相性は変わると思いますが今の状況からするとまあブートヒルが一番相性が良かったなっていうところになります。続いてパーティーの紹介となります。
編成例としては、まず理想の編成は、ホタル、ルアン、調和主人公、ギャラガーとなります。これが一番いいですね。その他の編成としては、ダブル弱点無視撃破編成で、ホタル、ウートヒル、調和主人公、ギャラガーとなります。基本的にこの2つを使えるといいかなと思ってますね。その他に、ルアンの入れ替え候補というところなんですけど、ブートヒル、ケイナイフン、リンロー、ペラ、アスターになるかと思います。優先度としては先ほど紹介した順位になりますね。基本的に撃破特攻を生かした編成をするなら、ホタルとルアンを揃える必要があるので、キャラを優先的に集めるのがまず大事かなと思います。で、ダブル弱点撃破ではそれなりにエンドコンテンツ自体はクリアは可能でした。末尾と裏庭に関しては問題なかったですね。なので、ブートヒルの編成としても意外とこれはありなのかなと思います。また、入れ替え枠に関してなんですが、これはルアン枠のみの採用となってます。主人公とギャラは固定にしないと火力が落ちますので、その点は気をつけるようにしてください。また、編成に関してですが、これを見てもらった通り、ホタルに関しては固定の編成になってます。なので、キャラを揃えることがまず大事かなと思いますね。それでは、ホタルの総評について話していきたいと思います。バージョン 2.3 時点のホタルの最終評価です。まず、ガジャについてですが、個人的には超おすすめなキャラとなってます。これに関してはエンドコンテンツの活躍具合や編成の使用感からしてガチャは間違いなく引いて損はしないと思います。攻撃しながら付与できる弱点付与ですね。これが有利戦闘に持っていけるので本当に強いなと思いますね。で、自分サブアカの方がルアンを所持していないんですけど、ホタルを採用した瞬間裏庭のクリア率とかが大きく変わりましたので、まあルアンなしでもそれなりに強いキャラだなと思いますね。ただ、ルアンとホタルを比べることが多いですが、そもそもルアンはいろんな編成で使える。で、ホタルに関しては撃破特攻特化というところなので、まあ活躍のするところも違いますし、まあ、幅も違いますので、ホタル個人の撃破アタッカーとして見たときは単体として欲しいなというキャラになりました。続いて、キャラの性能についてです。ホタルに関してはダメージを発揮するのが弱点撃破に限られるため、現環境では編成も固定となっております。他の編成に入れたりとかすると活躍の幅が一気に狭くなるんですよね。ただ言い方を変えれば特化型なので育成と編成が揃えば強力なチームが出来上がるので、これはこれで強い部分かなと思います。それを言うと持続ダメ編成とかね、キャラが揃った瞬間めちゃくちゃ化けましたからね。そういったことも今後起きると思います。最後に懸念点です。今後の弱点撃破特攻接待に期待というとこですね。まあ、現在接待が来ているのでホタルが扱いやすいっていうのもありますが、今後どれくらい接待されるかも大事な要素かと思います。あとは現在に関してなんですが、弱点撃破特化のキャラは少ない状況です。なのでホタルの性能を伸ばす見方っていうのは限られている状況なんですよね。特に調和主人公のように超撃破も一人しかいないので、この性能を他のキャラが所持するかによって自由度が変わってくるなと思います。まあ、ある意味今の編成が完成されたキャラっていうところもありますので、今後編成を変えるってことがないのも一つの強みかなと思います。ただしある意味幅が効かなくなるので懸念点というところは出てくるかなと思いますね。ちょっと期待と懸念が混ざってるっていう感じになります。ということで、ご視聴ありがとうございました。今回の動画楽しかった、役に立ったという方がいましたら、よければチャンネル登録、高評価をよろしくお願いします。それではまた次回お会いしましょう。バイバイ。